地元長崎船倉拓郎選手です、ね、ちょっと、ね、2ヶ月近く、ね、こう休みがあったんですけど、はいね、地元復帰戦として感じはどうですか。そうですね、じゃあしっかり怪我を治しつつ練習はしっかりしてきました。まあ、練習はね、もともと船倉選手は強いんですけど、やっぱこうあと勘が戻ればいいですよね、レースもね。そうですね、もうそこはもう地元ということで気合でどうにか頑張ります。でもね、目標と桜木選手が、ね、出荷してますから楽しみですね。そうですね、はい。連携の方は、連携はあります。あるんですか、はい。ああ、それはだいぶ、ね、癖上がってますね、桜木選手のね。そうですね、はい、はい。だからもうどうです、セッティングとはそれが変わりました。あ、ちょっと今回から新車で、あ、はい、心機一転頑張ります。やる気しかないですねそうですね、はい、はい、分かりました。じゃあファンに一言お願いします。はい、明日九州で1、2、3決めれるようにしっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。地元長崎山口龍也選手です。久留米から調子はどうですか。まあ、調子はいいと思います。ですね、まあ、安定した成績ですね。とうとう地元特選。そうですね、初めてなんで、まあ、気合い入れて頑張ります。でもあったね、西九州ラインの坂田選手がいますね。そうですね、坂田君強いんで頑張ってついていきます。もう楽しみでしかないですね。まあ楽しみ、まあ緊張します、はい。またこの坂の坂田選手もまあ安定してますもんね。そうですね、いいレースもしてくれるんで、まあ、僕もついたことあるんですけど、まあ、その時もワンツー決めれたんで、まあ、今回も頑張りたいと思います。龍也もどんどん来るため点数上がってるけどね。いや、もう前で頑張ってくれる選手のおかげです。いやいや、盾があるから。いやいや、本当ないです、はい。今日ね、インタビューもこう申し訳なそうにしてるけど、いや、堂々とね番手回っていい選手ですもんね。まあ地元なんで、はい、まあ、気合い入れて頑張ります。はい、どうです、セッティングを変えたとかそういうところはないんですか。まあ、前場所からちょっと自転車変えて、はい、まあ、それがいい感じに進んでくれている感じがあります。佐世保の、ね、競輪の X を見たんですけど、なんか伊吹ちゃんいましたね。伊吹、はい、乗ってなかった一緒に。あれですかね、インスタかなんか、ね、インスタか、多分、はい、あ、インスタで乗って一緒に、はい、ちょっと僕見てないんですけど、周りから聞いて。じゃあ久々練習、はい、この間訓練日で久々。ああって、はい、あ、相変わらず仲いいね2人。まあまあ普通ですね、はい。じゃあファンに一言お願いします。はい、明日、地元なんで気合い入れて頑張ります。応援よろしくお願いします。